2024年7月26日0時14分です。日付超えちゃいましたね。今日こそね、私23時に寝るって言ってたんだけどね。なんでだろうね。<laughs> 今日は男の子組から先にヘアンポをしていただいてます。いくら抱っこをされても寄ってきてくれるちょろいえんちゃんです。こんばんは。まだね、女の子組が平安ポまだなんだよね。大人組は全員終わったんだけど。 今日はね、ちょっと端に映ってるけどバナナですなんかそもそもねあの今日買ってきたんですよこれ今日買ってきて家帰って飼い主のご飯と一緒にちょっと用意したんだけど色が悪いのね実は飼い主が買う時にちょっとよく見てなくて1本結構傷んでたんだよねでもまあすずさん美味しそうに食べてたから大丈夫これ1本丸々ちょっとこう 小分けにちっちゃくしたんだけど、多分ね、一本丸々剥いたのにさ、多分これ、一匹につき二かけらか三かけらぐらいしかあげられないんだよね。いつもはさ、いつもはさ、君ら食べたよね。<laughs> いつもはね、二分の一本を三匹と、 あと、プラス、シマリスで分けるみたいな感じだったんだけど、ま、あ一気に増えたからね、ウサギさん。で、なんか前言ったっけ生後3ヶ月をね、超えたので、生もの解禁なんですよね、こうウサギたちが。ようやくだね。で、あの、珍しくね、いつも飼い主をスルーしたがるねねさんがすごい、足をツンツンしに来てくれたので、 いや、せっかくだからと思ってあげちゃったんだよね。まあ、その流れで、なんかその次に平安保した鈴さんにもあげちゃったんだよね。二かけらほど。なので、まあ、残ったら三かけら目あげるよ。なんか、えんちゃんがね、さっきから飼い主のお尻つついてんだよね。じゃあ。じゃあ、食べてみるかい初めての生物ですね。おや。 ま、初めてのものをね、あの、うまく食べれない子っていうのが一定数いらっしゃるので、バナナってね、私これ何度も言うんだけど、すごく有能な食べ物で、生物ね、結構うさぎさんにとっては、特に果物なんか高カロリーだからね、あの、美味しい美味しい食べ物なんですよ。 あの生野菜とかもそうだけどだからあの病気の時とかにね食欲がなくても生野菜とか果物なら食べれるっていう子は一定数いらっしゃるのでなのでもしも何かあった時体調が悪くなっちゃった時とかにまあ緊急の食べ物として食べられるようにならしておくのがベストなんですよねえんちゃん食べ物だよこれ。 えんちゃん。えんちゃん。うたちゃんいる君あげなかったんだよね。バナナは年から年中売ってるし、果物や野菜の中ではね、とても安価な、安価なものに分類されると思うんですよ。これもね、140円しなかったんだよね、税込みで。 果物高いからねお野菜もそうだけどあの飼い主のお尻はいいからさえんちゃんえんちゃん食べないんだけど君は君はえっとずいさんの方か 小組のほうが食はがめついはずなのでこっちのほうが早いかなあ興味がありそうあちょいちょい食べてるね食べてる食べてる ゆうさんが一番乗りでしたね。君が一番に美味しさを理解したんじゃないかいなんか、やっぱり色が悪いな。きょうさんもどう 反応の悪さよゆうさんも食べたは食べたけどもういらない あずーちゃんかな <laughs> 食べないんだけどうたしゃん一人二かけらはあるんだようたしゃんうたしゃん君一かけらしか食べてないでしょえんちゃんえんちゃん あの、飼い主のお尻はいいからさ、えんちゃんうーん。あいで。まあ、生物初めてですからね。ロクさんロクさん、最近さ、飼い主が抱っこすごいするもんだから警戒しちゃってさ、 でも抱っこしないと掲示に出入りできないからさ、二階組。だから結構ね、切実に六三を下に下ろしていきたいんだよね。一階にね。なんか、思っていた以上に食いつきがお悪いですね。 まあ、もしかしたらちょっとバナナ今回の痛んでるから、それが原因かもしんないけど。スズさんもねねさんもなんか抵抗なくがっつり食いついてくれてたので、あんまり気にしてなかったんだけど、多少の痛みだし。多少の、多少のいいのかな。まあ、うさぎではまあまああることなんだよね。 初見のものに対して食いつきが悪いっていうのはまあまああるあるといえばあるあるですうさぎが行き来する場所に置いといて自然と食べるようになるのを待つのがいいかなって感じでそしたらいつの間にかなくなってたりとかするから次回以降とかはとても良い食いつきが見られたりとかするわけですよ なんかすごい寂しい動画になっちゃったけどさ。子うさぎたち誰も食いつかんっていう。鈴さんも、初めて初見のものに関してはめちゃめちゃ食いつきが悪いっていうタイプの子だから、まあ、初めての事象ではないんだけど、うさぎのペレットの切り替えをするときに、 もしかしたら新しいものを食べないかもしれないから古いものがなくなる前に新しいのを買って最初は古いのと新しいのを半々ぐらいちょっとずつ混ぜてとかだったかなで徐々に慣れさせるのがいいっていうのはまあそういうことですね食べていらっしゃる 無論これを一匹で全部食べられちゃうと多すぎるので、ちょっとどれぐらい食べたかは見とかなきゃいけないんだけど。まさかのロクさんがトップバッター違う。えー、ゆうさんも食べてたか。その後食いつき悪かったけど。うん、でもなんかめちゃめちゃいい食いつきっていう感じではないね。<laughs> なんか全然、テレットの方が食いつきがいいですね。まあ、病気になった時のね、選択肢は多い方がいいですからね。ちなみに、カゴの中にね、チモシーのカス入れてたんだけど、なんかもったいないからさ、入れといたら食べるかなと思って。そしたら、すずさんがひっくり返してさ、もう <laughs>、掃除するのだるいんだけど、 だってもうこの時間だよ前はさタンスがそこにあったからさこの辺汚れたら掃除しておかないと飼い主が踏んでえれえことになるから掃除せざるを得なかったんだけど今タンス向こうに移動させちゃってさ生活動線がもう完全に向こうに偏っちゃってぶっちゃけもうこっちの方来なくてもさ飼い主生活できんだよね。 ねところ結局掃除の問題で半分にしちゃったからほとんどこっち側踏まない、踏まないですのしね。あ、シマリスがあるのか。じゃあ掃除しなきゃダメだ。<laughs> やうん、でも、ほうきでシャシャシャとやるだけだから。もう今日23時に寝るって言ったじゃーん。バナナ食べれも食べないしさ あなな誰も食べないしさで女の子組のヘアアップマナなんだよねちょっと六さんが今捕まえやすそうだからさっさとちょっとチェンジするか飼い主をさっさと寝かせてほしいなんか出産を終えてからというものネネ、ね、さんがちょっとずぶとくなっていらっしゃるんだよな バナナ動画のはずだだったんだけどなちょっともう時間が時間なのでさっとチェンジしてちょっと今日はヘアンポ短縮版で行かせてもらうことにして30分ぐらいで切り上げさせてもらって寝ようおやすみ